お、なんだこいつ。変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいるんだよ。やるぞ。楽しいんだこいつは。どんだけどん底の町なんだよここは。まあ時期になれるさ。こんなのになれたかねえよ。ほうほう、こいつは珍しい。あ、やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録登録、学名は何にするか。コウモリ男とかでも悪くないが。おい、何してんだ。あ、ああすまん、この辺でなかなか見ない輩だったからな、つい夢中になっちまったよ。おっさん、何者だ。俺はドクター森笠、スジモン博士と呼ばれてる。スジモン博士、なんだそりゃ。気になるか。なら近くに俺の研究施設がある。そこで話そう。貴重なスジモンのデータ入手に協力してくれた礼にお茶菓子でも振る舞わせてもらおう。お茶菓子だってよ、行ってみようぜ。だけどよ、この博士めちゃくちゃ怪しいぜ。食えるもんは食える時に食わねえとこの町では生きていけねえぞ。ただより安いものはねえんだ。ほら、行くぞ。ち、分かったよ。ここが俺の事務所。通称スジモンセンターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて、スジモンについて聞きたいんだったな。説明してやろう。スジモンとはその筋のものという意味だ。筋のもの、スジモン、スジモン。は、はあ。まあ要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間をスジモンと呼んでる。なんだか語呂もいいしな。で、あんたなんでそのスジモンのデータを集めてんだ。それはこの世界の平和のためだ。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか、お前らは答えられるか。
ああ、そう言われると答えらんねえな。だろ？多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられない。そしてそれがわからないがゆえに今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目に遭っているんだ。だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思ってる。なるほどな。おっさん、うさんくさい割にはいいこと考えてんじゃねえか。だがなんでそんなことを始めたんだ？まあ過去にいろいろあってな。俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよ。その気持ちに嘘はねえ。データの収集はどれくらい進んでるんだ？それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってな、なかなか進んでいないんだ。まあそりゃそうだな。はあ、困ったぜ。どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き込まれてもまあ大丈夫そうな屈強で気さくなやつがいればいいんだが。そういうやつが見つかるといいな。じゃ俺らはこれで。おい、ちょっと待ってくれ。なんだ？まさか俺たちに筋物のデータを集めろとか言うんじゃ。勘がいいやつは嫌いじゃないぜ。別に無理に戦えとは言わない。戦うことになってしまった時に情報を登録してくれるだけでいいんだ。どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪い奴らと頻繁に戦ってるんだろう。ならついでに協力してくれても罰は当たらないんじゃねえか。とは言ってもな。頼む。辻門図鑑の完成が一般の人たちの平和につながる。完成の暁にはお礼も出させてもらう。どうだ、お願いできねえか？お礼だってよ。やってやるよ。一番。俺に押し付けるなよ。ダグ、分かったよ。確かに誰かのためになるってんならこっちに損はなさそうだしな。ありがとう、オンニキル。よろしく頼むぞ、春日さん。で、登録ってのはどうやってやりゃいいんだ？まあ簡単だよ。まずは俺の作ったアプリを入れてやろう。さて、あとは筋門の登録の仕方だが、百聞は一見にしかずとも言うし、実践で試してみるか。おう、出てこいや。なんだこいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。さあ、どの色がいい？赤か青か緑か。ああ、よくわからねえが、そうだな。じゃあ、青で。青だな、わかった。よし、お前らは青のサポートに回れ。さて、じゃあ登録の仕方を教えるか。え？もしかしてこいつらと戦えってのか？そうだ。そのアプリは敵を倒すと自動的に登録されるようになっている。こいつらを倒して図鑑に登録してみせろ。むちゃくちゃだな。さあ行け。登録の仕方を体に叩き込んでやるんだ。おい、来た。ほら来いよ。行くぜ。やるぞ。いざ。どうするかね。おい、
来いよ。やってみろ。俺の番だな。やんのか。俺の番か。ほら。行くぞ。来てみろ。おい来た。逃げるなら今のうちだ。どうする。ダメんなよ。くらえ。俺の番ね。やるか。俺の番だな。俺の番か。ほら。おい来た。よし、行くぞ。強くなった。見事だ。お前らを選んだ俺の目に狂いはなかった。その実力ならきっと危険人物を山ほど登録できるはずだ。そいつはどうも。でこれで登録されるのか。まあほらアプリを開いて見てみろ。こんな感じでいろいろな筋門を倒してデータを集めてくれ。集めた数により報酬は用意させてもらう。ある程度集まったらこちらからメールするから報酬を取りに来てくれ。なんだか面倒なことに巻き込まれちまったな。まあ報酬ももらえるみたいだし、やってみりゃいいじゃねえか。俺たちは贅沢言える身分じゃねえんだからよ。まあそうだな。それじゃあこの世界の平和のためによろしく頼んだぞ。目指すぞ、筋門マスター。